こんにちは、塾のです今回の舞姫大学特別講義は休校のお知らせでございますまあ休校のお知らせといってもね大学をやってるわけでもないのにこの YouTube で休校っていうのはなかなか面白いでしょうというのかねいやすごいことがやっぱ起きてますね全国的に寒波が来てこの広島でも寒いのは仕方がないと思います鹿児島もなんかね寒いらしいんですよ あの南国鹿児島でもあんまり関係ないんですけどもドバイも気温は25度ということでなんか砂漠の街ドバイもっともっと暑いような気がしたんですけどもドバイにいらっしゃる小野田さんがね25度です快適ですみたいな感じでねお知らせくださったんですけども25度ってひょっとしたら肌寒く感じる瞬間もあるんじゃないかなっていうぐらいの気温でしょううんまあでもね舞姫大学の本拠地 新潟の奈美さんのところはものすごい雪でね本当に道路が災害レベルですよでもこれはそんなに珍しいことじゃなくてこの時期になるとまあまああることなんですよね新潟に限らず雪国ね特に日本海側の東北ですとかそれからね場合によっては島根県とかね私の住んでいる広島の近くでも山陰の方と山陽の方と 事情が全く変わるんですよね。考えてみると、私もね、ずいぶん前ですけども、島根で仕事をしたことがあったんですけども、寒い時期っていうのは雪がものすごく積もってね。で、雪が降り出すと2時間ぐらいでもう真っ白になるわけですよ。でもうね、車で仕事に行ってたんですけども、帰れなくなっちゃって、お客さんのお宅に何回もね、泊めていただくことになっちゃったりしたもんなんですよ。 いやあの頃の島根でいただいたうどん美味しかったなそしてお風呂入れていただいてあったかかったな人の心雪かきもだいぶさせてもらいましたうんなんかそういうことを思い出しますねナミさんご連絡ありがとうございます、まあ、本当にね雪が降るっていうだけで人々の暮らし生活っていうのは変化をもたらさずを得ないんですよね しかもまあ雪国ではこれが日曜3時ですから。ここ広島ではですねスタッドレスタイヤとかタイヤに巻くチェーンとかほとんど体験せずに車乗ってますねそれだけでもだいぶ違いますよね私もね車のタイヤを季節ごとに履き替えることなんてないですからね、うん、今まで、うん、車に運転して30年ぐらいになりますけども チェーンを巻いいたななんてこともないですね本当にそのぐらい違うんですよそれから暖房費もやっぱりりかなり違ううでしょうねで今燃料代がすごく高騰してて電気代もガス代ももうかつての倍ぐらいになってるというところもありますそうなるとさすがに生活を直撃すると思いますんで暖房をけちってね防寒着を着ながらの暮らしになるかもしれませんよね そうなるとなんかこう気持ち的にもこうやりにくいじゃないですかまあそういったさまざまな地域によっての暮らしやすさ暮らしにくさそれでもそこに住みたいという、まあ、地域への思いさまざ、あ、まなことをね今回の愛媛大学の特別講義にさせていただきたいと思いますそれでは今回は以上ですどうもお疲れ様でした